はい、こんにちは。エレルノサーです。えっ、ー、とね、あの、えー、お昼休み、デバッグしてました、あの、えー、N プロログ、それから Easy a s l i p なんですけども、ようやく解決です。あの、小林さん、先日ご紹介した SICP の, s p のお勉強会の子の、えー、知り合った方なんですけども、メールとやり取りしてまして、なんかいい方法ないのかなって、こう、i コマンド、えっ、ー、と、インクルードお、あの、ヘッダーファイル、 をその実施しに探索させるときに、えー、ライブラリーを指定することが、追加をすることができるんですね、その探索するライブラリーのパスですけれども、これ使いませんかっ言ったら、あできそうだよということでメールをいただきまして、えー、早速それを参考にしながらですね、改良を加えました。えー、これは N プログの方ですけれども、インストールをするときにですね、えー、ここからです。あのえーっと ホームに n プログっていうディレクトリを作って、でそこにあの、えー、とコンパイラーが一つ、ジャンプ H ヘッダーと、それから、えー、コンパイラー,あーと、それから DCG のプログコード、えー、これをみんなコピーをしとくことにしました。でそうしておいて、えーと、コンパイラーの方で、えー、とフォルダを指定します。えっ、ー、と、どこ行ったここです。 えとこのあと実 c を呼び出すときにです、ね、これでもですねマイナス i コマンドで、えー、ホームエンプロログというあのフォルダを指定してあげると OK、えー、ですね。それから、えー、ライブラリを呼び出すときにも、えーとその、ホームにコピーしておいた、えー、とディレクトリを参照するようにしましたので、どこの,あの フォルダにいながらにしても起動は可能です。だから、エ、え、ン、ー、プルロ,ログのフォルダ以外から起動しても起動します。えー、それで、えっ、ー、と、コンパイルもですね、あの今まではこのジャン m p ジっていうのを 各どこかに持たせておかないとコンパイルく違いなかったんですけども参照先が一箇所に決まっちゃいますのでえと大丈夫なんですコンパイルファイルえとどこのフォルダーにあるやつでも大丈夫ですねえはいえこんな感じでだいぶあの扱いが良くなったと思いますそれからあとあのー アインストールも入れときましたんで、あ、あここだと見れないか。えっ、ー、と、あ、ちゃう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 ,う,う。えー、ここだ、えー。アインストールも入れときましたので、メイクメイクのところでアインストールすると、 えーとそのさっきのホームの N プロ,ログのフォルダの中身を全部 RM でクリアして削除して RM ディレクトリーでその、えー、と N プロ,ログ用のーフォルダも削除するというふうなことにしました EISL も同様です、えー、こんなことであの細かな改良を加えましただいぶ使い勝手は良くなったと思います、えー、小林さんありがとうございましたおかげさまでなんとかなりましたじゃあまたお会いしましょう